今年の7月に日本の H2A ロケットで打ち上げられるアラブ首長国連邦初の火星探査機ホープ。日本人のほとんどが知らないこのミッションに個人的に興味を持ったので、集めた論文や学会発表に加えて JAXA や NASA で探査に携わってきた自分の経験をもとに情報を整理してみました。その結果見えてきたのは、とあるアメリカの火星探査機の姿でした。そもそも UAE がなんで火星探査をと思っている人が多いでしょう。 UAE がこれまで打ち上げた衛星は地球周回衛星がわずかに4機のみ、およそ実績があるとは言えない国がいきなり新宇宙探査をやるというので、関係者の間で大変驚きを持って受け止められました。実はこの探査機の詳細を見ることでミッションの実態がわかります。探査機の質量は 1.5 トンあり、日本の探査機に比べると大型です。それに対してミッション機器はわずかに3個しか搭載されません。内訳を見ると、マルチバンドカメラ、赤外分光器、紫外分光器となっています。主な観測対象は火星の下層大気、火星の昼と夜で大気組成がどのように変動するのかを調べることが主な科学目標です。実はこれ2014年から火星を観測している NASA の火星探査機メイブンがやり残した観測なのです。しかも探査機の開発体制を見ると、ミッション機器を開発しているのはコロラド大学やカリフォルニア州立大学などで、メイブンのチームと全く一緒です。探査機本体はアメリカでほぼ全て組み立てられ、UAE 側でやるのは探査機の最終的な総合試験だけです。つまり UAE は開発を外注することで手っ取り早く探査機を買い、アメリカは探査機を売ることで自分たちがやりたいサイエンスをやるというような、お互いがウィンウィンになるビジネスをしているのです。なぜ UAE はこのような探査計画を目論んだのでしょうか。その裏には国家としての事情があります。 UAE と聞くとまず皆さん石油を思い浮かべると思いますが、実は連邦を構成する7つの首長国のうち、石油が出るのはアブダビ首長国のみで、ドバイなど他の首長国はほとんど石油が出ません。そのためドバイの経済は金融、流通、観光で成り立っています。そんなドバイが次に目指しているのが宇宙開発を筆頭とする科学技術分野でのブランド確立です。ホープミッションの UAE 側での中心的役割を担っているのが、ドバイにあるムハンマド・ビン・ラシード宇宙センターです。この研究センターの名前の由来になっているのが、 UAE 副大統領にしてドバイ首長であるムハンマド・ビン・ラシード氏です。これまでエミレーツ航空の設立やブルズ・ハリファの建設など多くの国家事業を主導してきました。つまり実質的にホープはドバイが投資する宇宙ビジネスの一環なのです。中東諸国で初めて火星探査を成し遂げることができれば、ドバイが今後科学技術立国として認知されるための大きなブランドを確立することができます。冒頭で説明した探査機の質量に対して搭載機器が少なすぎるという件に対しては、メイブンですでにやった観測はやる必要がないということもありますが、少ない投資資金で最大限の宣伝効果を得ようとするドバイ側の思惑が大きいと考えられます。このようなビジネスはアップル社のやり方に似ていると言えるでしょう。下請け企業も含めて国内生産を重視する日本のメーカーと異なり、アップルの製品は大部分が中国で製造されています。しかしアップルは自分のブランドとして堂々と米国製品として売っています。ホープミッションの実態はこれに近いと言えます。今後こういったミッションは増えていくと予想されます。アメリカやヨーロッパ、日本など宇宙探査を推進してきた従来の伝統国はいずれも厳しい資金難に直面しています。そんな状況でなかなか売れない H2A ロケットを買ってくれた UAE は日本にとって大事なお客さんです。 JAXA や内閣府の宇宙開発戦略推進事務局ではすでに政府レベルで UAE 宇宙庁と協力協定を結んでおり、他国に遅れを取らないよう日本のロケットや探査機、さらには大学教育サービスに至るまで売り込みを図っています。経済力をつけてきた中東や南米、アフリカなどの新興国と上手に手を組むことが国内の科学界、産業界の振興につながっていくでしょう。それでは今回もご視聴ありがとうございました。面白かったという方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります。内容についてご意見がある方はコメントいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いします。